緊張ししししいいいい。いいいででです。す <laughs>、はい。なので皆ささん温かい目で応援ててててください、so はい、そしてそれよりもどうぞ心を開いて聞いてほしいと思います that, あの私が一応お話ししますが聖書の話をしますので。<laughs> 神の言葉が生きているので神の言葉が皆さんに届くことを祈りながら話すので、はい、受け取ってほしいと思います、so。教会シリーズで今日はですね、うもうすごい楽しみな。<laughs> あでも,です <laughs> <laughs>、ね、もうみんな何か知ってる知らないよね <laughs> you know 始めますはい今日はですね教会はキリストの花嫁ということを話したいと思います。皆さん知ってました教会が聖書では花嫁だって言ってること。 まず、聖書を読みますね。エイペスソビトへの手紙、5章の25節から32節です。So、5, とっても興味深いですよ、今日の話は。られたように本当に興味深いです。はい、えー。読みますね。 <laughs> はいえー、キリストがそうされたのは御言葉ばにより水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありご自身で染みやしわやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。 そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければいけません。アーメン自分の妻を愛するのは自分を愛しているのです。アメ <laughs> 誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってそれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです私たちはキリストの体の体部分だからです。 それゆえ人はその父と母と離れ妻と結ばれ二人は一体となるのです次ですこの奥義は偉大ですこの奥義は偉大です私はキリストと教会を指して結婚というものを言っているんです書いてますアメン So I'll read in English. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Amen. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. To present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Amen. <laughs> he who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. We are members of his body. For this reason, a man will leave his father. ね、今月の、教会について最初はキリスト教会は神の家族という話をしましたね、松、ま、田先生が、ね。聖書は他に教会はキリストの体だとも言ってますね。そして、 教会はキリスト私たちはキリストの宮だとも言っています。そして聖書は、教会はキリストの花嫁だと言っている。神様ってすっごい人間が分かりやすいように教えてくれると思いません神様は遠いお方じゃないです。 神は本当に優しいお方です。神はあなたのそばにいます。Right、だから、それが今日、結婚と教会、キリストの関係と夫婦の関係は同じだと言ってるんですよ。So、だから、結婚生活を知りたいなら、キリストとの教会との関係を知ればいいんですよ。 キリストと教会との関係を知りたいなら結婚を学べばいいんですよ。Relate, まあ、ほとんどの人がマージーって思ってると思います。Like, too, 聖書が言うことを、ね、今日学びたいと思います。 キリストの花嫁という話なのであの、男性はどうなるかという話ですよね。<laughs> 僕が女になるのかという話はありません, <laughs> 皆さん。キリストが花婿ですは、私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 は、は、 皆さんがキリストの花嫁なんです。なの皆さん、よかったね。花嫁の気持ちが今日分かるんです。花嫁になってください。そう、エンジョイダー。ア、は、イ、い、ア、はい、<laughs> <laughs> じゃあ、まず一つ目いきますね。まず一つ目、花婿くであるキリストは、 1st is Jesus loves the church as a bridegroom loves his bride.31 世、32世に、ね、結婚は父と母と離れ 妻と、結ばれて、二人は、一つと、なると書いてます。いつも言うと、このおこぎは、ほんとに、ほんとに、いだいだと言うてます。そして、この奥義は、本当に、本当とに、いだいだと言ってます。そして、このおこぎは、いだいだと、かいてるかしわ、ほとんどないですよ。あなたは、このおこは、いだいだと、かいてるかしわ、ほとんどないですよ。そして、このおこぎは、いだいだと、かいてるかしわ、ほとんどないですよ。そして、このおこぎは、いだいだと、かいてるかしわ、ほとんどなんです。 であの、本当に、イエス様がこの教会,が花教会をキリストの花嫁で言っていることはすごい興味深いんですね。もし神様が教会を会社だと思っていたら、教会はキリストの会社ですって言いますよね。そうそうもし

If God said, 皆さん、今日、宗教だと思って来てませんか you, you religion, ここは神の家族、神の愛の場所です。Family, 愛の場所です。宗教変わってきた人、今日そんなふうに帰らないでください。Came, religion, like、私たちは神に愛されるべき存在としてここにいるんです。だから。ね 聖書はこの奥義は偉大だと言われた。キリストと教会を指していると。皆さん、教会とは何ですかちょうどリサカイが言いました。この建物じゃない。誰ですか ?You です。It's It's It's you 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 ね、教会というのは、エクレシアという神が選んだ人の集まりという意味なんです。Church is called e <laughs> だから選んだ人の集まりなんだから神様との関係はどのようなものでないといけないんでしょう、so、called, だからここでで結結婚婚が出ててくるるんすし人たち

ね、皆さんいいですか ?OK、ね。生活はギブアンドテイクの関係ではないですね、so right? 夫の皆さん If you a husband? 奥さんを見てああ、良いヘルパー見つかったなと思っていませんか like, ああ、ご飯作ってくれる。ああ、仕事してくれる。仕事してくれる。これギブアンドテイクの関係ですよじゃあ教てくれる。仕事してくれる。仕事してくれる。仕事してくれる。仕れ 神様とあなたの関係、ギブアンドテイクじゃないですか何かしたから愛される関係ですか一生懸命奉仕したから立派なんですか違います。それは宗教です。私たち愛の関係なんです。ね 愛の関係を聖書ではあのペテロはこう言っています。ヨハネの13章の6節から8節です。<laughs> シモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よあなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは答えて言われた。私がしていることは今あなたには分からないけど、後で分かります。ペテロは言った。

これが愛の関係です。Ies 様に足を洗っていただいていますか足ってどういうところ足って。 汚いよ、ね、ちょっとジメジメする人いるでしょそういう人いするでしょそないですか人いるでしょそういう人いるでしかあなたう人いるでしょそういう人いるでしょそういう人いるでしょいないですか 神の御心がこれだと思っても違う道にそれていってないですかイエスはその足を洗うために来てくれたんですその足を洗っていただく関係が愛の関係なんですだからこの足を洗っていただくいただいているイエス様ってどんな方がねもうちょっと So we want to think a little bit more about who is this Jesus who wants to wash our feet. 皆さん忙しいですよね? Everyone's really busy, I think. School, work. Yeah. イエス様ってどんな方かなって多分考えることって少ないと思うんです。でも、私の一番好きなことは。イエス様はどんな方かなって考える瞬間が一番好きです。イエス様、どういう方ですか。どんな花婿ですか。イエス・キリストは歴史を変えた人物です。 2018年は、イエス様が生まれたから2018年ですよ、今。あなたの旦那様は歴史を変えたかったですよ。Listen to that. <laughs> あなたの鼻むくなるキリストは歴史を変えた方ですよ。 あなたの花婿は世界中で最も賞賛される方です。あなたの花婿は命を捨ててあなたのために命を捨てて十字架にかかってくれた方です。あなたの花婿は一番高いところから

あなたの花婿はあなたの弱さを理解できるからです。あなたの花婿は絶対離れません皆さん、感動してください。これが礼拝です。This <is> worship. これが聖書を読むということです。これがクリスチアンです。これがクリスチアンです。これがクリスチアンです。

あなたが私を選んだのではないと言われました。He 花婿があなました。を選びました。Says, あなたを任命した。しゃいました。おっ一人一人、ね、しゃいましたんです。おっしゃいました。おっしゃいました。おっそれはあなた。おっし結びあなた。 あなた方の身が身を残るためであり、まだあなた方が私の名によって父に求めるものは何でもあなたに与えるために神は選びました。だから二つ目です。So あなたこそ花婿のキリストにふさわしい花嫁です。You are a bride worthy of the bridegroom. もう一回言うよ。Gonna say it again. あなたこそ花婿のキリストにふさわしい花嫁です。You are a bride worthy of the bridegroom.26、27節。キリストがあなたを選んだのは、御言葉によって水の洗いを持って、教会を清めて、聖なるものとするためであり、 Amen. In Ephesians five, twenty-six to twenty-seven it says that Christ chose the church to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. ね、ここでたくさんの,、ね、あの結婚式がな、ね、ありましたね。ここで待っているのは花婿です。そして、私たです。そして、私た本当に美しい花嫁が、あのー、待ってますね。そますね。で 結婚する前はね、でもね、お互いね、全く関心がないんですよ。Some people like, yeah, yeah ね、え嫌いいっていう人もいたよね。生理的に受け付け付ません。でも、結婚式の時、But at the wedding? なんて二人はお似合いなんだろうと思いませんか Most people are like,、oh, 二人はお似合いいの結婚カップルになっていきますよねマダオ先生には私がお似合いですよね。

ね、神様あなたに最高の男性女性を用意してますよだから変な誘いに乗らないでそには最高の白馬の王子が馬に乗ってこないけど来る <laughs> 焦らないでください何が言いたいかと言いますと <laughs>、ね、じゃあ私たち花婿なるキリストに私たちが本当にふさわしいんですか さっき言いました、n の王。最も高いところから最も低いところに来た謙遜な方。Humble. そんな方に私たちが本当にふさわしいんでしょうか are we really ふさわしい y of him？とんでもないですよね。Crazy, right? ふさわしいわけがないですよ。 ああ悪いこと考えてる。Oh, we think about bad ああ、本当に昨日もチェって言っちゃった。yesterday I got really frustrated。お金のことですごい不安になる。Really、anxious about money. ああ、人の声ばっかり気になる。ああ、ちょっと悪いことしたな。I did something pretty bad. そんな私たちがほんのその王なる、花婿なるキリストと本当に釣り合うんでしょうか。

汚点を took every sin of our past and He's washed them. That's how we can be worthy. みんな、イエス様を本当に理解してほしい。あなたがどのような存在になっているか。あなたの過去を見たときに、成功もあるでしょう。でも、汚点もそれ以上にあるはずです。 過去と将来どっちを見たいどっ見たいですか過去みんな過去と将来どっちを見たい過去がいい人いるわけないじゃないなぜいい過去を見たくないの自分の汚点があるからじゃないですか you see those failures. 失敗がある,じゃあるからじゃないですか失敗があるからじゃないですかはその過去の汚点を全て真っ白にした方なんです。

花婿にふさわしい私は花嫁なんだって確信持って言わないといけない私は神に選んでいただいて記憶されたものだと確信を持って言えなきゃいけない100%確信持って言えますか言っていいんですよ <You can. S 1> あなたの隣の人が違うよと言っても Not right、あなたの過去の声が違うよって言っても past, 友達が違うよって言ってもそれは嘘です。ここに書いてあるイエスはあなたを自分の前に立たせるために記憶したって。 3つだけ花嫁であるイエスを信じるという立場にあなたはどのようにされたか話したい。1>, so、you, you you 1つ目、あなたはイエス様から告白された、選ばれた人です。1つ目、はイエス様から告白された、つ目、あなたであなイエスつ目、あなたはイエス様から告白された、選ばれた人です。から告た、選ばつ目、あなたはイエス様から告白された、選ばれた人です。 皆さん、皆さん、皆さん、皆さん。そう、everyone。皆さん、イエス様に皆さん、告白されているんですよ。Jesus has confessed his love for you. 告白された人のことのない人のためにとっても励ましだと思います。If you've never had someone confess their love to you, this is a great encouragement. イエス様はあなたがもう好きで好きでたまんないらしいですよ。Jesus just loves you.He adores you. 告白されているんだから。 あなたと結婚したいとおっしゃってるんですよ。みんな心あったかくなってきてる、really、みんなを励ましたいんです。イエス様のこの真理に目覚めてほしい。あなたは神様から告白されて選ばれています。二つ目はキリストが。 キリストにふさわしく記憶された存在です。Is, あなたはイエス様と結婚するにふさわしい方です。そして、三つ目、王様があなたを迎え,に来る迎えに来る高貴なあなたは存在になりました。And third is that you someone あなたは貴族ですよ。<'re> royalty. 庶民じゃないですよ。 平凡でもないですよ。あなたは、王が、花婿なので、王の、相続をしていいんです。よに皆さん、生きてますかいや私なんて。そんなことないですよ。いいえいえ。そのように生きるんじゃないんです。そのように生きるんじゃないんです。もちろん、ないですよ。いよ。えうるじうって言う必要はないですよ。もちろん、ええ、うるねって言う必要はないですよ。もちろん、ええ、言う必要はないですよ。 心の中でどんな否定的な声が聞こえたとしてもいいえ違います。私は王妃です。どんな否定的な声でもがかかってきたとしても私は王の息子だ、娘だって言うんです。だからあなたに言いたいです。自信をなくすことは悪魔の声ですよ。ね、ましてや結婚なのに結婚するのに。

でも結婚するとこうよそ見しだすんですけど終わ <laughs> <laughs> った。で, <laughs> <laughs> でもね、それと同じように私たちクリスチャン生活も神様が花婿なのにあれあれってよそ見することないですか神様とイエス様との間に違う人がいませんか 向こうを喜ばすことよりも何か自分の心を喜ばすことにフォーカスしてませんかキリストの愛を求めるよりも違うもので満たそうとしてませんかギブテイクじゃないのに何か不純な動機がありませんか私たちは 花婿なるキリストとの間に何も入れちゃいけないんです何も入れちゃいけないんです <Nothing. S 1> 私とマナウンさんの間に誰一人入っちゃいけないんですよね ato,、no、大丈夫ですか大丈夫ですか ね、だから聖書はキリストの関係と結婚とを本当に同じだと言ってるんです and that why the Bible says that 私たちは本当に弱いです Because very weak. 簡単に誘惑されてしまいます we,、um, get very easily. だから私たちは絶えず悔い改める必要がある素直に Just <very> simply. すぐに <Immediately. S 2> ごめんなさい <'m> sorry. ちょっと浮気しました ちょっと違う欲をちけまと、uh, kind of あなただけを助けます。あなただけを助けます you、ね。あなただけを助します。あなた,選ばれたんだけを助けます。あなただけを助けます。あなただけを助す。あなただけを助あなただけをす。あなただけってけあなただけを助けだけを助けま そして最後3つ目です。だから私たちはこのただ一人の花婿のために人生を捧げていくんです結婚。結婚生活に夫が何人もいることはないですよね。Marriage, like、妻が何人もいるわけないです。Like、私たちは唯一の創造主なる 神様、花婿のために人生を捧げていくんですあの。マタイによる福音書に天国を例えているところがあります。婿がね花婿が来るので祝縁、ね、祝宴を女性たち10人でしようという,う宴会が書かれていますね。で えー、5人の娘は愚かだと書いています。それは、花も子が来るので、火を灯して待っていたんです。Room, come, so、でも、その5人の愚かな女は、その備えておく油を用意してなかった。でも、もう5人の賢い女性たちは、自分の人同士に、 あの余分な油を用意していた。で、10人はその花婿を待っています。でも、な花婿が渋滞で遅いんですよ、来るのが。きっとハワイみたいなのが、ハワイはすごい渋滞します。<laughs> その時に、あの5人の愚かな女性たちは、あ、油がなくなってきた。 ちちちちちょょっっっとと賢いいい女性たたちたににち分けてって言うんですですも私たちの油がなくななくるからあなたたち買いに行きなさいそして、買いに行ってる間に花婿が到着すするんですそして宿園が始まるんです。そしてドアが閉まる And the door is shut. そして、イエス様はこう言います。あなたを知らない。Says, これ何が言いたいんでしょう、えー、?25 章の13節。25, 13. だから、目を覚ましていなさい。あなた方はその日を知らないからです。だから、目を覚ましてください。主が来らられるから 皆さん、イエス・キリストはこの花嫁をほったらかしにはしません。Groom, ずっと待たせません。<laughs> 結婚する日が来るんです。ただそれがいつか分からないんです。私たちはだからどのように待てばいいんですか、so、不平不満。あれ、また まだ来ないのか神様、って待つんじゃていってことた、like, so、ちあ何をしているのか。私たちは何をしているのか。私たちは何をしているうか。私たちは何を覚ましているんです喜びの油を携えて待っのか。何をしているのか。私たちは何をしているのか。私たちは何をしているの 皆さんそのように待っていますかそのように教会に集ってますか教会は神が選んだ人たちの集まりです。だから神に選んでいただいたんです。 教会に来させていただいてるんです。私は未だにここの玄関に入るときに本当に神様ありがとうって思います。私の努力は何一つないからです。そしてここにいる人た一人人達のこうやって顔を見るときに、もう感謝しかないです。and every time I see e a c 神が引き寄せてくれたからですそれが教会です

We are one body. 愛にある家族です。We a built in love. それは私たちが本当にいただいている使命だと思っています。だから、5人の愚かな女にならないで油を携えて待つ人であってほしい。So、だから、パウロは最後にこう言いました。あなたの心がイエス様だけをひたむきに愛するように。 2> 第2コリント11の2から3ですね。エデンのそのでサタンに惑わされたように、あなたは純粋な献身の思いが消えてしまうんじゃないかと心配でたまりませんと言いました。私もパウロの気持ちが分かります。 このイエス様の純粋な愛から離れていませんか純粋なかから離れていませんか、so、あなたは花婿が花婿があなたを花嫁として 注目して待っているんですよ。神はあなたに注目しています。そしてそのような教会をまちまちに神様は立ててほしいと願っています。なぜなら神がすべての人を愛しているからです。神はあなたをバージンロードの,の 向こうから歩いてくるのを待っておられる方です最後に聖書の御言葉を読みますイザヤ書62-4もう二度と神に見捨てられたとか神が忘れてしまった地とか呼ばれませんあなたは 新しい名前は神神が喜ぶ地また花嫁です神様があなたのことを他喜びご自分のものにするからです。神はあなたをサマてません God is not you. 神はあなたを忘れません He has not forgotten 忘れたことなんか一回もないです。アメン。 私たちは忘れるけどね。Him, 神だけは忘れません。あなたの名前は神が喜ぶ人です。S <S あなたの名前は花嫁です。男性の方ピンと来ないいかもしれないけどピンと来て花嫁だと分かってくれたら奥さんが花嫁に のように本当に愛することできるはずです。Bride, 皆さん、本当にこのキリストは教会を愛しているんです。この教会を迎えに来ます。ある日、<One day. S 2> それ誰も分からない。 私たち、油を喜びと平安と使命を携えて待っていきましょう。So、of joy, of まだ99%このことを知らない日本人たちがたくさんいます。その人のために行きたいですね。People, ただ、一人の花婿を喜ばせるために、一人の花婿を喜ばせましょうよ。あなたは清い人です。 You are pure. You have been chosen. You are royalty. So let's pray together. Would you stand? Could you close your eyes? Please close your eyes. <clears throat> let's pray together. God is keeping his eyes fixed on you. もう一度言いますイエス様、あなたに注目しています。命を捨てて愛した花嫁を愛しています。今日、私は本当花嫁として自信がなかったという人いるんじゃないでしょうか。本当に王の王なるイエス様に選んでいただいたのに、私なんかと思っていた人いないで,いないいないでしょうか。 本当に私、あなたの愛を疑っていました。あなたの愛を疑ってい,う人いました、ね。あなたの愛を疑っています、ね、手下ろした。あなたの愛を疑っていました。あなたの愛を疑って f ました。あなたの i を疑っていました。あなたの愛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 を疑いました。あの愛を疑っした。あなたの愛を疑っていました。あなたのったですか？ 唯一の救い主との間に何か違うもの入っていませんでしたか唯一の神様との関係の中に違う何か動機が入っていませんでしたか人の声、名誉、お金、また自分自身。今日本当に神様の前に悔い改めたいという人。 私はただ一人の方を喜ばせるために生きたいという人、もう一度熱い関係に戻りたいという人、 そのような方手を挙げて教えてくれますかありがとう。手を下ろしてください。祈ります。神様今正直に手を挙げてくれた人ありがとうございます。本当に私たち神様との間にたくさんの違うものを入れていたことを許してください。目のの前ににあるもフォギュアス<ープ>・フォー・アー・ウィル・アいつも自分自分って思いやすい私を許して 何か違う愛を求めていたことを許してください。何違う愛を求めていたことを許してください。お金を求めていたことを許してください。神よりも仕事がナンバーワンだったことを許してください。何はない。こと私は花向こうを喜ばせるために行きます。私は花を様、清めてください。清い教会としてください。イ,さいイエスの皆によって祈ります。ますもう一つだけ祈らしてください。さい今日は初めて。 初めてイエス様のこととを聞いいいた方いらっしゃると思います <music> ここは宗教ではありません。真実な愛のある場所です。なぜなら神が愛だからです。いろんな愛を知っていると思います。<music> でもあなたの弱さを知っている神を知ってほしいです。<music> あなたを本当に作った神様を知ってほしいです。<music> その方があなたを本当の 成功に導きますあなたの努力以上のところに神が連れて行ってくれます今日僕私はあなたのあなたを花婿として受け入れますという人 say, today, 私を許してくれる神様を信じたいという人 say, me, 全てが分かる必要ないです全てが分かる必要はないです これ今日のお話を聞いて、本当にイエス様、信じたいなと思った人いたら、手を挙げて教,教えてくれますか、目を閉じてください。ありがとうございます。おにどうですか、ね、あ別に手を挙げたからといって、何もコントロールしません。<laughs> すボ you も売りません。お金はいりません。お金はおりません。お金はおりません。u 金はおりません。お金はおりません。お金はおりません。お金はですません。お金はおりません。お金はおりません。お金はおりません。で金はおりません。お金はおりません。おいはおりません。おはようございます。<Thank you. S 2> おはようございます。イエス様 今た救いが来たことありがとうございます。ありがとうございます。あエス様今日勇います。って手を挙げらいなかった人もいるす。もしれないでもあなたはうっています。ありにいう人の心を知ってくれているからですどうぞ一人一人に平安があります。ありうにイエス様からだけ来る平安があります。ように自分が本当に 自分らしく神が作ったということを本当に認めることができますように。一人一人の人生を導いてください。イエス様の皆によって祈ります。あイ,イエス様に拍手しましょう。 じゃみんなで、えー、とこの聖書の,あの宣言文を読んでいきましょう Finally,、ね。あなたの心にイエス様入ってきてくれます。はい、じゃあ日本語からいきましょうイ。イエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心に入ってきてください。私の人生を導いてください。英語で。a m e えじゃあもう一度賛美したいと思いますので前に来てください。